さんはこんなに勇ましくてかっこいいのに、コマジロウは、コマジロウはカエルだったの？ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。さあ、ってことで、今回は、このね、C ランクへの挑戦が何気にしれっとここに追加されとったけん、これをやっていこうかなと、思います。そろそろウォッチも強化したいことだし、おばばの元へ。ゴーゴー。おばばってこの時代じゃなくね？おばばってこの時代じゃなくね？ってことはあれだよ。ウスラヌラもね、何気にしれっと追加されとんやけど、これも辰巳川端南とか書いとるけん。どっちもあれだね。何未来に行ってからだわ。ってことで、ちょっとこっち解除して、ってことは今回は、あれだね。未来妖怪トラブルを解決しよう。恐怖、門芸妖怪現る。じゃあ、それをやっていかんといかんのか。門芸妖怪。これや。桜ニュータウンで怪しい妖怪を見た妖怪がいる。怪しい妖怪を見た妖怪がいるみたいだ。ケイタの家の前に行ってみよう。門芸妖怪。どんな妖怪やろ、気になる。さてさて行きましょうかね。また不気味な感じかな。やっぱ未来から来た妖怪のやつやったら、大体、不気味な妖怪なんじゃないかなってことで。ここは、抜けられねえ。ちょっと待ってね。はい。大体不気味な妖怪なんじゃないかなと思って、ちょっとあれよね。嫌よね。だってさ、この時代のクエストとかさ、みんなこう仲間になる妖怪たちがめっちゃ可愛いのに、あー可愛い二人ともいる。大変ずら、大変ずら。久々ね、君たち。コマさんお守り、コマジロウお守り。お、コマさん、コマジロウ、何が大変なの？ずら。オラたち見ちまったずら。なになに？ずら。そうずら。とんでもないやつが現れたんずら。え？とんでもないやつ？ずら、あれは妖怪とは思えない見た目だったずらよ。思い出しただけで身の毛が踊るくらい怖かったずら。身の毛が踊る。妖怪とは思えない。でも、普通人が想像するのは多分不気味なのが妖怪だと思う。いたそれを言うなら身の毛がよだつずら。毛が踊ってたらなんだか楽しそうずら。コマジロウがちゃんとフォローしてくれる。とにかく君が悪いずら。一緒に正体を突き止めてほしいずら。オッケー。なんだかよくわからないけど、この街にとんでもない奴が現れたらしい。もしかしたら未来の妖怪なのかも。コマさん、そしてコマジロウと一緒に正体を突き止めよう。なんだか気になるし、一緒に突き止めよう。もしかしたら未来の妖怪のことかも。さすがケイタずら。それでコマさんたちが見たの、どんな奴だったの、気持ち悪い。とにかく背が高くてひょろっとしてて、ゲロキョロキョロあたりを見回しながら不気味な声を上げてて。ちょうどあんな感じの見た目をしてたずらよ。怖い怖い怖い。確かにそれは不気味だね。出たずら。逃げる？あれなの？っていうか気持ち悪。もう逃げろ。逃げた。やるずら。逃がさないずら。追いかけるずらよ。モンゲローって言った。恐怖、モンゲ妖怪現る発生。クエストを進めてみよう。どこ行ったあいつ。今の何？もしかして未来の妖怪？ずら？なんかコマジロウにそっくりだったずらね。でもあれカエルじゃない？全然似てないずら。早く追いかけるずら。あ、どうも。どうも。ちょっと聞いて聞いて。さっきそこに超怪しいやつがいたんだけど。超怪しいやつ？もしかしてひょろっとしてた？そうそう、そこのお店をね、外からじーっと見てて超怖かったの。何それ、怖っ。ありえない。あんな妖怪見たことないんだけど。それからその妖怪はどこに行ったの？しばらくお店を見た後、喉乾いたってだけ呟いて、どっかに走って行っちゃった。コンタのこのままじゃ怖くて押すと歩けないから捕まえて。わかった、俺に任せて。ずら？喉乾いたって言ってたってことは、ずら？も
しかしたら水が飲める場所に向かったかもしれないずら。よし、うん、水があるところに行ってみよう。川？飲み物を買うのではなく自然から。あ、あそこに。どうも。お、はい。ねえ、もしかしてここに怪しい妖怪とか来なかった？お、吹雪姫？違う、雪女よ。怪しいかはわからないけど、そこの川でバタフライで泳いでる妖怪ならいたわよ。水をガブガブ飲みながらね。十分怪しいよ。絶対さっきの妖怪だ。やっぱり川の水を飲みに来てたんだ。よく考えたら不気味ね。あれは一体何だったの？うん、俺たちその妖怪を追っているんだ。どこに行ったかわからないかな。どこに行ったかはわからないけど、そういえば気になる行動をしてたわね。誰かを探しているのか、キョロキョロして。確か高いところから探すって言ってたわ。誰かを探して？こっちの世界に知り合いがいるってことなのかな。高いところといえば大森山だよね。もしかしたらそこに向かったのかも。思い出したら今になって怖くなってきた。お願い、きっとあいつを捕まえてね。必ず捕まえてみせるよ。きっと大森山にいたはず。今度こそ追い詰めるぞ。よし。よし、急いで大森山に行こう。おっと。コマジロンに出たからきっと見つけやすいズラ。コモさんはやっぱり。だから似てないズラ。でも確かに、声はね、コマジロと同じ声やったと思うよね。モンゲローって言った。あの声。謎の男は大森山にいる。謎の男。もう妖怪ですらないや。あれは人間じゃないよね。妖怪だよね。ズラ、ここにいるはずズラ。正体を突き止めるズラ。さあ、お、あれは、うわー、いたー。どうも全然コマジローには似てないけど、普通に立ってた。見つけたぞ怪しい妖怪。もしかしてあの扉から来た妖怪なの？お前たちは何者ゲロ？ゲロってもしかしてカエルの妖怪？それにしては体のバランスおかしいけど。よく見たらお前たちはさっき街で見つけた怪しい奴らゲロ。いや、そっち。それはこっちのセリフだよ。まさかあの変な扉はお前たちの仕業ゲロ？いやいや、あの扉のことは俺たちもよくわかってなくて。モンゲロ？人間が扉のことを知ってるなんて怪しいゲロ。さてはお前ら悪い奴らゲロね。俺たち悪いやつじゃないって。ここでオラが成敗してやるゲロ。もしかしてこれコマジローの未来の姿なんじゃ。あ、コマジローや。マジで本当に。え、コマさんはこんなに勇ましくてかっこいいのに、コマジロー、コマジローはカエルだったの。コマジローはじゃないの。なんだかすごくショックなんだけど。ていていて。お、シャドウサイド、いいぞいいぞいいぞ。じゃあ殴らないで。殴らないで。お、レートから全能力アップ、いいね。ちょ待って、トーマー、トーマ助けて。お、スザコを憑依召喚した、マジで。悪魔的、悪魔的カチュアゲ、カチュアゲ、かわいい。やるでちゅね、処理。あれを集めたかった。集めたかった。ゲロ、はあ、不気味だった。ずら、ここまでずら。オラの真似はやめて観念するずら。ゲロー。兄ちゃん。ずら。さあ、元いたところに帰るずら。ずら。待つずら。なんずら？オラ、なんだかこのコマジローが悪い奴には見えないずらよ。それに、なんだか困っているように見えるずら。兄ちゃん探してる？兄ちゃんなら持ってるよ、コマさん。コマさん。ずら。コマジローに悪い奴はいないずら。オラが断言するずら。コマジローに悪い奴はいない。すごいなんか狭い狭い。あ、容器を感じたんでもしやと思ったが、やっぱり来ておったか。やってか今、君戦ったからね。兄ちゃん。なんで動物が変わるん？
だってね、この時代の二人はちゃんと二人とも犬やろ、狛犬やのに、未来になった途端に狛犬とカエルに変わるのはなぜですか。やだ、未来の駒次郎。あんま、みんな、弟が迷惑をかけたみたいだの。それでお前ここで何をしていたんだ。ケロ、オラ怪しい扉を見つけて何か事件が起きてると感じたけど、だからオラパトロールをして何が起きてるか調べていたんだけど。なるほどの、相変わらずお前は正義感が強いやつだわ。やっぱり悪いやつじゃなかったずら。駒次郎はみんないいやつずら。ケロ、いきなり襲いかかって悪かったけど、お前たちがあまりに怪しかったからつい。ずら、その姿で怪しいとか言われたくないずら。二人はこのコマさんたちの未来の姿なの。お、名前が同じだけで俺らは完全に赤の他人だな。名前一緒なのに。え、違う、マジで。ほらの未来があの姿じゃなくて安心したずら、ま、兄弟がいるとこは同じじゃな。俺らは種族は違いど真の絆に結ばれておる。そうげろ、オラと兄さんは負けなし無敵の兄弟ゲロ。へえ、いい兄弟なんだね。見ず知らずのオラをかばうなんて、お前の兄さんは変わったやつゲロね。ゲロ、でもオラの兄さんみたいにかっこいい兄さんだと思うゲロ。へへへへ、全ずら、オラの兄ちゃんはかっこいいんずら。兄ちゃん、なんだってできるし、バトルだって強いずらね、兄ちゃん。ずら、あ、当たり前ずら、兄ちゃんの戦うとこ見せてやるずらよ。いつでもバトルに呼んでくれていいズラ、大活躍するズラよ。お、この二人が仲間に、コマさんだけ。コマさんが友達妖怪になった。コマさんの妖怪役を大切にしまい込んだ。コマ次郎は、ありがとう。いいの、ありがとうコマさん。どうやらこの世界に来ていい経験をしたようだな。ゲロ、まあ悪くなかったゲロ。ところでいつまでその姿でいるんだ。そうだったゲロ、そろそろ元に戻るゲロ。あ、それが本来の姿ではないの。かわいい。かわいい。ちっちゃくなった。ちっちゃくなっちゃったズラ。ズラズラ、この見た目もコマジロにそっくりズラね。兄さん、だからそっくりじゃないズラ。なるほどね、身長高くして高いところから探しよったんかな。でもあんなね、二足歩行でスタスタ歩かれたらすごい怖いんやけど。まあでも可愛くてよかった。恐怖、門芸妖怪現る、バッチリ解決。お、久々の。扉を開けたことがこんな騒ぎになるとは、なかなか面白くなってきたじゃないか。どうやって開けっぱなしにしとんやろ。ま、やってきた妖怪たちには扉の価値も意味も何もわからないようだがな。はい。ええ、その先にあるものを理解もせず軽率に飛び込むとは愚かな者たちです。妖怪探偵団もわざわざ仲裁に入るとはご苦労なことだ。鬼桜が反応している。何、鬼桜って。まさかこの世界に姫がいるというのか。四天王子様、これは思わぬ収穫ですね。妖精剣も探偵団から奪わねばなりませんが、いや、何よりも姫の方が大事だ。行くぞ凍結。ほっ、姫は必ずや我らの元に。じゃあしばらくこの時代におるんかこいつら。みんな、おはよう。未来の妖怪たち、今日もトラブル起こしてるかな。なんか楽しそうやね。お知らせったりも書き込みがありますね。ですがパパッと解決しちゃいましょう。わざわざ扉を通ってくるぐらいだから好奇心が強いやつばっかりで大変ね。まあでも可愛い仲間が増えるからいいよ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで次回なんかタイトル的にめっちゃ怖そうな感じなんやけど大丈夫かな。全然可愛い妖怪とか出てこなそう。